はい、で日本テレビの取り組み、まあ、その今後もお話が続けるということなんですけども、その政府とその知事の間でどういった形でですね、どういった機会を使ってその対応を進めていくというか。総理と知事が度々会うことは、それはなかなか日程的に難しいでしょうから、沖縄県で、こうした問題についてですね、どなたか事務方の方がですね、政府との話し合い、これは防衛施設局もありますし、沖縄局もありますから、そういう中でやはり事務的に進めていくことも大事だろうと思います。はい。